皆さんこんにちは、こんばんは。超朗報です。スクニさんですね。炎上回避成功ということでおめでとうございます。まあ炎上してたかどうかちょっとわからないんですけども、少しね話題になっていたんですよ。少しで結構話題になってて、いろんなねゲームサイトとかで取り上げられるようなネタになってきてましたが、僕もね動画の方で、ね、ちょっと紹介したことあるんですけども、今回ねデモプレイがですね、まあ試験的なものだと僕は思っていたので、製品までは直るんじゃないんですかってことを言ってたんですが、ですね、公式でですねちゃんと修正したということで、炎上回避ということねご紹介していきたいなと思います。これ良かったと思います。もしこのまま発売したら、まあ言われてたでしょうということで、ネットの反応も結構ねバカにされてたので、まあ良かったかなということですね。そしてですね、この間こんな動画僕出しました。はい、ですね、衝撃新しい島発見ということでコメントいただいたんですよ。なんかね、葵さんなんか島増えてませんかみたいなコメント入ってまして、で調べていったらですね、やっぱり増えてたということで動画にしたらですね、皆さんねいろんなコメントくれたんですよ。その中でですね、あこれかなというようなねコメントとかですね、あと面白かったコメントとかねいくつかねご紹介してですね、この島が何なのかですね、皆さんねまたこの動画見てもらってですね、僕はこうだと思うというのをぜひねコメントで教えてください。それでは付き合っていきましょうということでですね、無事炎上回避ということでね、まあ、炎上したかちょっと分かりませんが、まあ確実にねあのまま出してたらですね、言われててであろうというね、まあ要素なんですが、こちら見てください。とあるね投稿がですねバズったということで、ドラクエ3のですね先行プレイの動画をいろいろ見てたんだけど、上上薬草の読み方が上薬草だったことに衝撃を受けた。上薬草だと思ってたのにということで、この方は別にねそのなんか変なことを言おうつもりはなくて、あそういうことだったんだなって話だったんですよ。それがですねバズりにバズってですね、見てくださいこれね、383万円ということで、これがですね、ゲームのですね、取り扱ったサイトとかありますよね。で至る所でですね話題になりまして、ネットでだんだん話題になってきたということで、こちら見てください。上薬草の読み方上薬草かということで、リメイク版ドラクエ3のデモ、動画話題にということでですね、これが話題になってきました。はい、そしてですねこの記事に対するねネットの反応見ていきましょうかということで、こちら見てください。ネットの反応です。特上薬草そんなわけなくて草、これやと上カルビも上カルビになってしまう。ほんとスケにしっかり作ってくれよ、なんか買う気なくなってきた。その程度の認識で作ってるだけの話、結構手厳しいでしょ。チョコボが馬鳥みたいなもんかということ、これ14かなんかがなんだか馬鳥って、チョコボのこと馬鳥って言ってなんか話題になったんだよね。今誰か言われるやつだよね、バカにされるやつだよね。ということで結構ねネットでねこんな声結構あったんですよ。はい、なんですが僕ね、動画でですねこれあのデモ版みたいなもんだから、まあ正規までは治りますよって言ってたんですよ。でその理由なんだけれども、まあこれ分かんないんだけど、今回ねモンスターメダルがデモ版で出なかったじゃないですか。であとボイス付きでもなかったでしょ。なのでまあまあこれは本当ただのデモ版として、まあ正規版ではちょっと違うんだなとは僕は思っていたので、で言ってたんですが、よかったですね、こちら見てください。こちらですね、ドラケ宣伝担当ですね X なんですけども、投稿なんですが、昨日ですね各ゲームメディアから公開された HD2D 版ドラゴンクエスト3、そして伝説へのですね情報にたくさんの反響いただきありがとうございます。ゲーム内にですね振り仮名に誤りがありました。条約その呼び方現在ですでに修正されています。今後ですね、情報公開も引き続きお楽しみということで、よかったです。危なかった。いやこんなね修正されることは分かってたんですけども、結構ねスクエニだからねこのまま発売するんじゃないかみたいなこと言ってる人が本当にいるんだよね。やっぱりねドラクエ興味ない人とかで、やっぱちょっとスクエニのことうんと思ってる人にすると、あまた始まったんだな、やっぱスクエニクオリティだなみたいな、僕のね動画のコメント欄にもね上薬草ダブルダブルダブルとか、さすがスクエニダブルダブルダブルみたいなあったんですよ。やっぱりね、まあまあそうやって言われてしまうので、しかもねこれねでも11日に公開されたでしょ。で12日に、訂正したということで、スクエニにしたらちょっと対応早くないですか。はい、やっぱそれだけね今回ドラクエ3 HD2D に僕結構ね結構シャウンじゃないけど結構本気にだと思う。なので僕らね本当に嬉しいと思いました。これ素早い対応本当に良かったと思います。本当こういうねちっちゃいところのね積み重ねだと思うんですよ、売り上げって。なのでですね、あのやっぱ初週売り上げってやっぱ大事じゃないですか。なのでですねこういうね積み重ねがね響いてくると思うので、ね、スケジさんねちょっと何かあったらねすぐねこうやってね、せっかくね、まあ、公式の X ありますからね、訂正どんどんしていけばいいかなと思います。このね売り上げがね、僕らのゴールはですねドラケ9の HD2D リメイクじゃないですか。
勝手に決めるなよっていう声もありますけども、まあ天空シリーズですか、このクオリティでね、多分5とかやったら多分もうみんな号泣すると思うんだよね。もう間違いなく、だってボイス付きになる可能性が高いわけじゃないですか。まあ4もそうですけども、多分ドラケ関係で言うと僕は5ですか、5の HD2D フルボイスになったら多分もう皆さんもうね、もう号泣すると思うので、やっぱりですね、ドラケナンバリングですか、全部 HD2D にぼかしてほしいのでですね、こういうね細かいとこね、はい、直しすぐにね直して、そしてですね、まあアナウンスね、迅速にするのはいいのかなと思いました。ということで無事ですね、炎上してたか分かりませんが回避ということでお疲れ様でした。それではここからなんですが、こちら見てください。僕動画出したんですけども、衝撃新しい謎の島発見ということでですね、コメントで教えていただいたんですよ。葵さん、なんか新しい島増えてませんかみたいなコメント入ってて、と思ってちょっと見に行ったら本当にね増えてたということで、でいろいろ予想の動画出したんですが、この動画ね、反響良くてですね、コメントたくさんいただきました、ありがとうございます。その中でね、ちょっと面白かったものというかですね、やっぱこういう声が多いんだなっていうのをちょっとご紹介していきたいなと思います。そしてね、親切として最後にちょっと言うんですが、まあ願望なんですが、人魚の話ちょっと来てくれたら嬉しいなと思うので、そこからちょっとね最後に話しましょうということでですね、面白かったコメントまずこちら見てくださいということで、神田田関連の何かかということなんですが、コメント見てください。イースター島といえばですね、モアイ像が有名ですが、超人ですか、タンガタマヌの伝説もありますということでですね、タンガタマヌの伝説ちょっと知らなかったんです、ちょっと調べてきたんですけども、超人ですね、もしくはタンガタマヌはですね、イーサー島の伝説に登場する、鳥と人の属性を合わせ持つ存在ということで、もしくはですね名誉称号のことであるということで、なんかこんなんあるんだね。はい、でなのでここじゃないかっていう、だからここがイースター島が、場所的にここイースター島じゃないかっていう、まあコメントいただいた範囲で紹介したんですが、まあイースター島にはまあこの神田田の由来ってここから来てるんですかね、ちょっと皆さん知ってる方はねコメント教えてほしいんですけども、もし来てたら、まあ、この可能性もちろんあるよねって話で、まあ、信憑性が増したなっていう話なんですが、面白いよねこういうコメントね、でも皆さんすごい早いのよ、しかもすぐ教えてくれるから、俺もこれからすぐ紹介していこうかなと思っております。そしてですね、他のナンバリングにありそうな要素結構ね多かったんですよ、コメントで。なのでちょっとそこら辺ちょっとねご紹介していきましょう。続きましてこちら、位置的にねハワイじゃないかとかってことはカジノじゃないかみたいなコメントが結構入ってたんですよ。でただちょっと調べてきたら、別にあのハワイって別にカジノが別に合法なわけじゃないんだよね、ダメなんだよね、なんかちょっと分かんないけど調べてきたんだけど、なのでもう分かりませんが、とにかくまあここハワイだろっていうコメント結構多かったということで、まあカジノといえばですね、こちら見てください。まあドラケ5のですね、まあカジノ部でみたいなあったの覚えてますかということで、まあこの可能性ちょっと全然あるかなと思ったんだよね。でカジノが今回ねまだ実装されてるどうかわからない、まあカジノだけじゃないんだよね、僕動画で言ってますが、モンスターメダルもそうだし、スゴロクもそうだし、カジノもあるということで、ただわからないのがこのご時世ね、コンシューマーゲームでその掛け事をなんかゲームに出すときに、なんかこう、なんだっけ、R いくつみたいなのがよくあるじゃん。で、そういうのちょっと関係あんのかなとかいうのね。まあ、スゴロクぐらいだったらあれなんだけど、その爆地要素って入れるのってなんかあるのか、ちょっと僕ね、ちょっとゲーム作ったことないからわからないんだけど、まあ、ちょっと詳しい方はね、ちょっと、ね、今こういう時代なんで無理なんだよとかね、書いてくれたら嬉しいんですが、まあ、カジノもね、前から言ってる通り、今、まあ、ゲーム実況とかさ、配信とかしてる方いっぱいいらっしゃるじゃないですか。やっぱね、カジノって盛り上がるんですよ。まあ、そこだけではないんだけど、今そこからね、売り上げがすごく増えていくゲームってもちろんあるじゃないですかね。配信とか無駄、なんだろう、まあ、関係ないよって言えるような時代ではなくなってきたじゃないですか。なのでね、カジノとかあるとね、僕もね、ちょっと生放送とかで、ね、動画出したりすることもあるので、結構盛り上がるので、僕はね、ちょっとエンドコンテンツの一つとしてもね、ちょっとカジノ出してほしいんですが、まあ、カジノ戦の可能性はあるのかなということで、まあ、カジノ戦というか、まあ、これは船の話だけども、カジノができる島みたいなもんだよね。ということで、結構カジノ多かったんですが、皆さんどう思いますか？続きましてこちら、ファミツーさんのねサイトの、画像をお借りするんですが、モンスターパークということでですね、こちらね、最初ね初出は、今週でしたっけ、はい、ジャンプでですね出てきたんですが、今ねちょっとファミツーさんのねサイトで見れますので、ぜひ見に行ってくださいということで、これね魔物がいるんですよ。これ何なんだって話だったんですが、この魔物がいるこの町的な何かわからないんですけど、これは多分もともとなかったと思うんですよ。はい、こんなところ多分なかったと思うんだよね。なのでこの画像がもしかしたらそのままあそこの島になるんではないのかということで、モンスターパークねコメントいただきました。僕もね可能性あるかなと思ったんですが、そのためのこれがそれなんじゃないのかっていう話なんですが、皆さんどう思いますか？モンスターパークということは
育てる様子なので、あの魔物使い今回ね実装されるんではないかって一応言われてるじゃないですか。ドラケ10のなんか着てる服がそのままだったということで、ドラケ10やってる方はですねすぐね僕のコメントいただいたんですが、これ魔物使いですよってコメントいただいたんですが、なのでもしかしたらモンスターパーク魔物使いの関連するものがごぞっとですね出てくるのかということで、ただドラケ10のモンスター、魔物使いやったことないんですが、どうなんだろうね、 今までの、ね、ドラケ5みたいな仲間に1匹だけできるとか、まあ、できたらねモンスターパーティー作りたいと思うんだけど、ちょっとなかなか難しいかなと思うんですが、そしてね、オクトパストラベラー HD2D 同じ作品だとですねオーシュットっていうね2でですねキャラクター出てくるんですが、魔物を仲間にするというかラーニングするみたいな感じで使えるようになるんですよ。なのでそっちの可能性もあるのかななんて思っていますが、今週ですね、初出しですか、はい、されたこの画像ですね、魔物がいてこれ一体何なんだって言われてるんですが、これに関連するですね場所があそこではないのかなというお話です。続きましてこちらですね、メダル王の城ということで、コメントねメダル王の城だろうっていう話結構あったんですけども、アリアハンのね井戸の下にあれ変えれるじゃないですか今回、はい、もう確定でね、チータのメダルありますし、あそこで変えてくれっていうねテロップ出るんですよ。チータのメダル初めて取った瞬間にね、一番最初にあるのって多分10日に、動画にあるんです、先行プレイでね、見たことあるんですが、なので、アリアハの地下に、井戸の地下にいると思うんだけれども、こちら見てください。まあ、ドラクエ8でいうとですね、メダル王女の城というのがありましたよね。はい、島があって。そしてこちらですね、はい、というかネットちょっとお借り物なんですが、メダル王の城ということで、これもですね、ドラクエ4にあったので、待って、メダル王の城のこの画像を見たら、なんかメダル王の城っぽくないですか？ね。どうなんだろうね、あっちにあるのにこっちに来る2個用意する必要あんのか。でもこれ見るとあなんかありそうだなって気もするけど、あれあのね井戸にあれいますもんね。なのであれの上位版ですか、もっともっと増やして、もっともっと増やすのかな、どうなんだろう。小さなメダルって下の世界で取れましたっけ、ちょっと覚えてないな、取れましたっけ。皆さん覚えてたら皆さんじゃあコメント教えてください。もしかしたらね150じゃなくてね300ぐらいになってね上位版みたいなね違うメダルが追加、いやそれだったらあれかモンスターメダルを追加するかということで、まあコメントでですねメダル王の城じゃないのかという話があったんですが、まあアリアハの地下にあるからねちょっとうんと思いますが、これ見てるとね、あまあ過去にこういう島があったということでちょっとありそうな気がしますが、僕的にはまあ、まあ、メダル王は、まあ、アリアハの、ね、井戸の下にいますから変えてくれるおじさんなのでちょっと低いかなと思いますが、まあこれ見ると、うん、可能性ゼロではないのかなという話です。続きましてこちら見てください。ですね冒頭だと思うんですよゲームのね、で左のところにこの絵があるっていう海賊船、なんか船のね絵があるんですよ。これね他の動画で紹介したんですが、ですねオルテガがなんか昔なんか船のなんかショーだったみたいなね、なんかすごいね蛮族をやっつけたみたいな、なんかオルテガさんって英雄らしいんですよ。でなんか海軍じゃないけどなんかそこをいうとこに所属してたみたいなことをコメントで教えてもらって調べたらそのままだったということで、ドラケファンすげえなと思って、やっぱ分かる人早いのよ、わすごい。今回のねこの島もそうですけど、こう言ったらね分かる人すぐ言ってくれるんで本当に助かります、ありがとうございます。ということで、船で行くのでですね、あそこ船でじゃないといけないと思うので、まあオルテガ関連の何かか、でコメントでねオルテガの故郷じゃないかってこと書かれていた人もいるんですが、まあなんかオルテガの深掘りもしかしてあるかもしれないということで、今ちょっと言ってて思ったんですけどラーミアあるよね、まさかラーミアでしか行けないってことがあるのか、今ねちょっと言っててふと思ったんだけど、ドラケ5で言うとね最後ねマサドラゴンでビューって行くとかあるでしょうみたいな感じのところも可能性あるか、そっかそういうことか、また話変わってきちゃったねちょっとだからそうだね、その可能性もあるね、船だと陸だって思ったけど、ドラケバイブのマスタードラゴンであのね最初のあの神殿の行くとこあるじゃん、最後らへんかね、いやちょっとそっか、今回ラーミアか、ラーミアで行けるところの説もあるということで、ちょっとまたね考え始めたらですね妄想も止まらないんですが、とにかくですねまあオルテガ関係の何かしらでなんか追加されるエピソードになんか行く島なのかなというお話でした。続きましてこちら新たな説なんですが、まあ、僕の、ね、説ってただの妄想なんで聞いてほしいんですけども、人形イベントどうですか皆さん、なんかちょっとありそうな気しませんか、
ね、11にもちろんありましたし、ただね、まあ、海のイベントでっていうとオリビアの岬のイベントかがあるじゃないですか。なんだか別にあれ人魚ではないじゃないですか。ということでちょっとこちらご覧ください。種族としてですね、ドラケー6ですかでですね、シリーズ初登場ということで、海底にあるですね人魚の住処で暮らしており、普段はですね人魚の集う岩場にですねいることが多いということで、これがねあると何が嬉しいかというと海底が出てくるんだよ海底が。ただ皆さんね3やったことあるから分かると思うんですが、海底と上の世界があって海底があって、そこの下の世界みたいに流れになってしまうから、とんでもない作業になるわけなんだよね。ただもしこれがね本当に追加されて海底がちょっとあってみなさいよ皆さんね、したらやっぱ4年かかったんだなっていうのになるし、いや難しいから、いや僕的にはね海底がまたあってもちょっと面白いなと思うんで、ちょっとねなんでこれ思ったかというと、ちょっとこちら見てください。ドラケン11 のね世界地図なんでね、これねなんか3かなんかに似てるか似てないかっていうなんか考察結構あるんですが、それちょっとねちょっとわからないんでちょっとやめますけども、で一応ねなんとなくで言うとね、追加された島って多分ねこのダーハラのこの下のここに、まあなんとなくね、なんとなくだよ、まあここだと思うんだよね。ここ何だったのかちょっと昔調べ直したら、なんかねスライムの冠とかある島だったんだよ。はい、島だったんで、確か僕の記憶が正しければなんかどっかここら辺の違うところにハヤブサの剣がなんか宝箱にあったりするんだよね。なのでもしかしたらシンプルにね、今回追加されるである謎の島あるんだけど、あそこはまあ普通にアイテムの島かもしれないんですが、そうなってくると、まあ、ここにねこう見ます分かります、ここにも島あるんですが、ここからね地下行けるんですよ。地下っていうか、あと海の中人魚イベントがあるんでね、ウータイだったっけな、なんかちょっと地下王国みたいなね、あのセクシーのね、はい、王子様がいるとこあるんだけれども、めちゃくちゃね泣いてしまうイベントがあるんだけど、やっぱあれどう、人魚ありそうじゃない、あるかな、下の世界があるのにそこまで絶対しないだろう思いますよね。なんだけども堀井さん好きそうじゃないですか。なので11でもあったし、6からずっと一応人魚イベントってあんのか、まあ11でももちろんねありましたし、ということでちょっと分かりませんが、僕的にはですね、個人的にちょっとね、ボリューム増やすという意味では、まあ、ちょっとこう人魚イベントでもあれば、はい、追加ストーリーとして面白いかなということでですね、人魚イベントを押していきたいなと思います。皆さんお疲れ様でした。ということでですね、たくさんのコメントありがとうございましたということでですね、まあこの動画見てですね、また皆さんね、いやこれいいんじゃないかとかね、あれあるんじゃないのか、ぜひねコメントで教えてください。また面白いねコメントがあったらですね、共感するようなおおと思ったらですね、また違うね動画でね取り上げていきたいなと思います。ということでですね、まあイーサトということで、タン型マヌですか、はい、これ来ますかこれね、でもまあ目の付けどころは素晴らしいと思いました。はい、このコメントありがとうございました。これあるのかな、なんかねここの島だけの限定のね、なんかモンスターとか出んじゃないのかみたいな感じで、なんかなんだっけ、ドラケー8とかなんかでなんかはぐれメタルが出る島みたいなのあったでしょ、覚えてるみんなね、左の下の方だけど忘れ去られた島だったっけ、なんか違うんだけど、なんかありましたよね。なのでああいうのもあるし、ただねあそこ増やしといてなんか何にもないってことはないと思うんだよね。新しいなんかイベントかということで、僕的にはですね、まあカジノもそうですけどいいんですが、やっぱちょっと人魚イベントどうですかということで、結構でもし潜ることができればね、あの時代に何があったのかということで、まあ6から初登場ということでですね、まあ11でね、結構ねイベントだったじゃないですが、感動するイベントだったんで可愛かったね、ロミアだったけど、ごめん名前間違えたごめんだけどね、記憶にね残るようなイベントだったじゃないですかね、あのイベントって悲しいイベントだったので、いやあのイベントが来るのか、あんな感じで来るのかということで、僕はですねちょっと人魚イベントをしていきたいなと思います。皆さん何が来ると思いますか、ぜひねコメントで教えてくださいということで、今回この辺で終わります。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。